とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、またやっていきましょう。タワー、二ついいものが出るまでやめられません。何分ぐらいで終わるんでしょうね。頑張っていこう。もう毎日毎日やってるので、だいぶ、もう慣れたっていうか、もうこれ作業みたいになってきたよね。超楽勝で30回まではいけるんだけども、いいものは出るでしょうか。厳しいね。あー、ダメか。まあ、とりあえず1回目ダメでした。何回ぐらいで出るんでしょうか。まあ、今日は早めに終わりたいところですけども、頑張っていきましょう。2回目来ました。ちょっと気づいたんだけども、あれだね、6階のボス6階までで、あの一度でもタワーから降りて、下に戻って再挑戦すると HP がバカ高くなるね。なんか全然倒せなくなってたんで驚いたんだけども、まあまあまあ6階までだからね、ノンストップで行ったらいいと思うんですけども、あれ戻ると HP が爆上げされるので注意してください。うん、ドラとか使っても全然減らせなかった。なのでそこは注意ですね。まあまあ、そう失敗する人はいないと思うけども、ダメだな。まあまあ、帯電雷フォーカスはまあまあマッチしていいんだけども、他がダメやね。よし、次行こう。よし、影が来た。どうだ、久しぶりの影、お願い。ダメか。これはそうね、一番右にクールダウンがあればよかったな。霊気と防護がついてるからものすごい耐久力あるんだけど、ダメだ。次、久しぶりにバブルが来ましたね。ケイブクローラー、クールダウンなし。トルーバーもクールダウンなし。バブルは、バーストボーストリングのみ。か。やっぱりいいやつがさ、理想のやつが3つ作って難しいね。ダメだ。次。なんでだよ、もう。バブル来たけども。せめてね、クールダウン編成だったらいいけども、違うんだ。やっぱ出にくいよね。出にくい。いやー、なかなか難しいな、本当に。今日は時間がかかりそう。惜しいやつは来るんだけどなぁ。何なんだろうね。クールダウンショットダイナモ。その横にロールチャージと貫通あれば、最高なんだけど、難しいね。なんだろうなぁ。ダイナモ。まあ、ダイナモ貫通でもまあ、いいんじゃないの？でもそれよりも、クールダウンショットの方が良かったか。いやー、もう一つなんだよな。難しいな、今日は難しいよ、これ。これなんかはどうでしょうか。残忍な魂のクロスボウで、ダイナモ貫通。で、黄金でね、マルチ1なんだよね。まあ、1でも、確か 20% ぐらいの確率なんで、ありじゃないですか。で、クリティカルで、もともと魂の共鳴もついてるので、そこそこ強いと思うんだけど、どうだろう。まあ、マルチショット3だったら最高だったんですけども、まあ、ありでしょう。他はいらないね。ということで、1個目。これでどうでしょうか。クールダウンがついたとしても、ヤギじゃねー。フロストサイズもダメだな。残念だな。イカ、黄金だけども、
エンチャントがまるでダメだよ。もう全然ダメのエンチャント、ひどいもんだね。フロストバイトはクールダウンついてんだけど、なぜこっちについてくれない？いやー厳しい、今日は厳しいな。全然出ない。いやでも物は出るからね、物は出るから、あとエンチャント次第だ。頑張ろう。星なき夜か。まあ、リフレッシュ、クリティカル、追い打ち。まあ、そこそこいいかもしんないけども。いや、妥協はせんどこ。そこそこいいんだよね。まあ、一応持っとこうか。お、今回は防具だらけ。当たりがあるかもしんない。クールダウンなし。黄金押し、クールダウンなし。全部なし。ひどい、ひどすぎる。一応クールダウン出たけども、フロストバイトか、フロストバイトなのか。いやもうだいぶ時間経ったからね、そろそろ終わりたいんだ。もう日もまたいだのよ。もうこれやりだして2日目です。そろそろやめたいけど、いやもうちょっとやろう。もうちょっと、あと3回やって、出なかったらもうごめんなさい。とりあえずこれクールダウンで使えなくはないから、一応予備で取っておきます。残り3回、頑張る。お願い。ダメか。ベールもね、なんか違うらしいんで、今探してないんだ。いやー、ほんと今回全くいいの出ない。次。どうだ？うわ、ひどい、ひどい。ひどい。もう、ほんと出ないなー。ひどいよ、今日。最後！最後、ひどい。あ、いやいや。あ、まあ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 。いやいや、ひどいよ。ひどいよ。クールダウンついてるけど、無謀がついてんじゃん。これ使えないよ。俺、無謀は嫌いなんだ。俺、扱いきれない、あれは。いや、ひどいって。いや、今回、ひどかった。はい、それでは、戻ってきました。2日間かかった。2日かかった。時間はね、しっかりは測っちゃないんだけども、おそらく、7時間か8時間ぐらいやった。それでこれだからね、全然ダメ。なんか調子が悪いんだろうな。はい。まあ、またね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。